はい、先生。はい。七月です。早いね。ね七月といえば。何。七月といえば、七月といえば、えば何ですかね。大事な、あれがあるじゃないですか。大事な、何。あの、忘れてはいけない。月末に近いあたり。そう,そ,うそう、そう、そう。あのー、分かった。何。七月五日、今日はね、うちの弟の誕生日だ。<laughs> 違う、そこじゃなかった。 どうですね。七月は二十と三十だっけ？そう。すごい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 。初が二十。二十。ゆきちゃんが三十。そうなんですよ。さすがですね、先生。いやいや、何も覚えてませんから。そこにカンペに書いてありましたから。書いてありました。書いてない書いてない。はい。ということですね。えっとまあ今日はそういうわけで七月まだ上旬ですから、どうしても初にギャラクシー S8 プラスをプレゼントしたいとか。 どうしても、なんだろう、何、赤いアイフォンがプレゼントしたいとか。そういう方、奇特な方がいらっしゃる方は、ぜひ番組までご一報いただければ。ということで、今月、あの。お誕生日でございますので、ぜひ皆様、あの、メッセージ、プレゼントといただければと。札束とかでもいいよね。ね、送られてきたら、ちょっと。困っちゃいます。三十五億でもいいよね。あ、三十五億。ください。 法輪高い機能携帯しようぜ今回ご紹介する端末は NTT ドコモ SC04J まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 138mm 幅 67mm 厚さ 8.3mm 重さ 149g4.7 インチ HDUTL ディスプレイ 720×1280 ドット Android7.0 搭載 CPUEXINOS78701.6GHz 内蔵メモリーム o m 3 2 g b l a m 3 g b s i m はナノ i m バッテリーは 3000mAh アウトカメラ1600万画素インカメラは500万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております今回は注目のドコモウィズからギャラクシーフィールを紹介しちゃいます使いやすさ機能もちろんお値段までしっかりチェックしていきましょう携帯ピックアップです 今回ご紹介する端末はこちら、NTT ドコモギャラクシーフィール SC ゼロ四 J です。カラーはこちらからオパールピンク、インディゴブラック、ムーンホワイトの三色です。はい、サムスンのギャラクシーシリーズ日本向け専用モデルとして登場したものですが、ドコモの、えー、いわゆるドコモウィズというですね、うん、新しい。 ええー、施策というか料金プランの対象端末にも選ばれているお得に買える一台だけど中身はギャラクシーなんでしっかり作ってますみたいな感じのモデルでございますが、はい、うんはい、ええー、今日こちらをご紹介したいと思います。あのギャラクシーの S8 とは違って、はい、日本だけのモデルなんですか、はい、こちらは？そうです。まあ S8、S8 プラスは基本的にグローバルモデルがあって、うん、ええー、まあそれをあの日本仕様にしてまあ乗っけて使っているモデル、まあ。 実は日本版の Galaxy S8 は韓国版と距離は割とハードウェア近いところがあってヨーロッパとかアメリカで売ってるものでちょっと違いはあるんですけどまあ筐体とかで同じですけどこのモデル今回のこのモデルはそういう意味で言うと,えっと一応グローバル向けに販売されている Galaxy A3 そのモデルをベースにして作ってるんですが。 まあ機能とか仕様とかそういうとこも含めて実は完全に日本仕様、うん、日本専用として作られてますフェリカが使えるから日本専用ですってだけじゃなくて他の部分も含めてちゃんと専用として作り込んでいますという感じのモデルなので力の入っているモデルで、まあ、ちょっとこれ先にお伝えしておくと実はこれあんまりメディアでは語られてないんですが結構昔からサムスって結局昔って言い方も変だだいぶ数年前から サムスンとドコモの間で、日本のユーザーに合う、どういうモデルが作れるかみたいな、もうずっと研究していて。うんうん、いろいろこう、ああでもない、こうでもないってやっている中で、はい、まあ、そのカラーとか、いろんな仕様も含めて。話し合ってる中で出てきたういう、もうモデルっていうことなんですそうなんですね。ねそれで言うと、かなり両者の思いが入ってる。だから、このモデルって、実は他社では売ってる。 オンリーそうなだから S8 だとね A でも売ってますけどもそんなことはなくてこれはもうどこも専用というモデルになりますボデと。ですす非常に持ちやいこれは4.7インチの有機 L ディスプレイを搭載しているんですが幅が6 7ミリ薄さがなんと8 3ミリと非常に薄いので持ちやすいサイズと。で4.7インチなんで何を狙ってるかっつうとあれ。 何果物なのあ,、うん、あれねあれ、はい、あれも四点七インチだけどだから見た目あれにちょっと似てるなと思った,った <laughs> <laughs> まあこのくらいのサイズだと本当にあの女性でもね持ちやすい、うん、全全部、うん、めっちゃ持ちやすいめっちゃ持ちやすいですよ私じゃあ私もうちょっと大きい方がいいみたいなそ感じあんまり大きいの好きでもないのかそうですねそんなに大きいのにあんまり興味ないのかな,なるほどこの辺はなんか好みの分かれるところですけれども、うん、まあ あのー、まあ非常に片手で持ちやすいポケット、うん、すっぽり全部入っちゃう頭が出るようにまあ s 8とかだとだいぶこれぐらい出ちゃったりするんですけど、うん、まあスポット入ります、うん、それから実は意外に持ってていいなと思うことが一つあるのは背面レンズのとここれ突起がないんですよあ本当だ最近だとほら4.7インチのあれって言ってたやつも出ぱりこの辺に出ぱりでしょ端っこの上の方だからねあれは。 割と実は結構みんなカメラ部分出っ張りが多い機種が多いんだけど実はフラットです。カバンの中に入れた時余計なもの引っ掛けたりとかそういうのもないし、うん、まあ置いといても邪魔にならないし、うん、非常に扱いやすくてすっきりとしたデザインでかっこいいという仕上がりではないのかなという感じがします。うんうん、でこういうコンパクトなモデルになると、うん、コンパクトなモデルがいいよっていう人はいるんだけど、うんはい、実はその一方でいやでもコンパクトなモデルにするとバッテリーがいいかっていう話がよく出ますと。 ところはなんとこいつはこのサイズでありながら、うん、3000ミリアンペアワッんですね。だから要するにディスプレイのサイズでその比較で考えると5インチオーバーの機種と変わらないぐらいのバッテリーが搭載されると。<ー>というふうに言うとまあかなり、えー、長持ちですね。そうです。実はなんとなのかなあのこうディスプレイは h d 対応。 あのフル HD HD でななくて HD なののディスプレイの消費する電力もともと雪入れだからちょっと抑えてるんですけどもえディスプレイの消費電力もあまり大きくないのでかなり電池長持ちで一応なんかドコモの中では過去出た機種の中も含めてまあもちろんスマートフォンの範囲ですけどもトップクラスに入るぐらいの長持ちはそうなので長時間使いたいっていう人にとってはまあ安心して使える要素なのかなと。 いう気がしますまあバッテリーだけじゃなくて、はい、まあさっきもちょっとお話し,しましたが、まずまず一つ、これ実は防水防塵です。うん、濡れてる手で洗い物してる時にパッと触っても大丈夫。丈夫だからうそういうとお母さんとかにも持っていただける感じですかね。で、お財布携帯にも対応し,しま、はい、この背面側の左上のところにアイコン、いつものお財布携帯のアイコンがありますけども、ね、各お財布携帯のサービスは使うことができますと。ここ<で>発見。そうです。はい。はい、そうなんです。 いいとととこ見つけましたね,ねなんと左側面のとこスマートフォンでは珍しい <laughs> ストラップホールそうですストラップホールがついておりますんで、はいはい、僕はずっと首下げがずっと好きなんでストラップホールつけてねってあ言ってる最近つける端末がだいぶなくなってきちゃったんですけども、うん、僕はちょっとさすがにね画面がちっちゃいんで僕的にはあの<理>僕が首下げるのはちょっとないと思うんですがただストラップホールはあの。 フィーチャーホンから映った人が今まで使ってたらストラップをつけたいっていうのもあるしあと先にほらリングをつけて指に引っ掛けるみたいなのをやる人もいるしもちろん長いのにして手首に引っ掛けて使ってるみたいな人もいるし割とあのヘビーなユーザーの方でもストラップールがある方がいいっていうのもいらっしゃるんですから スマートフォンを下げていたいっていう人も結構作業してるんだけど、はい、電話だけはこでパッと取りたいみたいな人もいるんで、うん、そういう人にとっては首下げもできるんでストラポールがやっぱりいいのかなとそして Galaxy はディスプレイは UKL で切れとかいろいろあるんですが実は何のことはないハッシャーも Galaxy ユーザーなのでよくご存知だと思いますが。はい カカメメラララがいいカメラカメラいいねギャクシーは、うん、だから結構ねやっぱりいろいろ各社いいカメラ出してるんですけど、うんはい、やっぱり今現状で割と今だと S8S8 プラスがやっぱトップクラスだと思うんですけども暗いところの写真にも強いし、うん、非常に綺麗に撮れるので、うん、これはかなり評価高いです。で基本的にはそのノウハウを生かして作られているので,で今回は、えっとまあ、リア側こっちらですね1600万画素のイメージセンサーを搭載と。うん、で、えっと、レンズに関しては F1.9 なんでまあこれも要するにハイエンド機とほとんど変わらないレベルのものが載っていますと。で、えー、ちなみに、えっと、メインカメラ側はここにフラッシュがあるんですが、うん、フロントカメラはフラッシュがありません。はい、いうところが無理やりここ今光るようにここの真ん中のアイコンをタップするとこれ,これで黄色くなりました。 でこの状態でこの下ここら辺にちょっとだけ見えてるこの画面を見ててほしいんですけど実は分かった今、うん、た白くなったつまり白くなったってことはどういうことかってうと、うん、僕がこういう形で自分向きにこうやってやってるとするとこの画面がこっち向きに白く光るわけですよ。フフララッッシシュュそうだから画面が実はフラッシュの役割をしててくれて、うん 取れるので自撮りする時にも、暗いところでも一応綺麗にとあんまりこうやって話しちゃうとちょっとさすがにあれだけどもあ結構効果があるので、うん、まこれはぜひ使っていただきたいフフロントフラッシュという機能がありますとそれから、えっとまあ、カメラそのものの起動も、うん、まあこれ今は何も起動してないですけども、うん、このホーム画面からこのホームキーこれを2発コンコンと起こすだけで起動しますと<お>クイック起動という機能があります。はい えー、それからあと、まあそうですね、カメラを起動してこ実はこ,このフロ, <laughs> フロントカメラのこのところにアイコンがあるんですけど<れ>このアイコンを開くとここに、えー、一応、まあ、色合いとか、まあ、変更できるようなまあモードがあります。このほかにも実は結構その食事に適した食事モードなんていうのがあったりとか、はい、いろいろあのご用意はされています。 あのフィルターとかスタンプの機能もあって例えば撮影したものにちょっとまあ簡単なス,パンスタンプを入れたりしてまあ昔からある機能は携帯とかで使ってきちゃう機能ですけどもまあ最近またね LINE とかもいろんなのでスタンプ使う人増えてきてるんでまあそれもじゃ写真に組み合わせてみたいなこともできますんでこれもなかなか便利な機能ではないのかなとそれからもう一つはえっとこれ Galaxy はあの今回の S8 はあの 交際、えー、認証とか背面側に指紋センサーがあったので、うんで、うん、だいぶちょっと印象変わりましたけどやっぱりギャラクシーといえば最近はこのフロントのホームキーがあってここに指紋センサーが回ってるのがパターンですけどもちろんこのモデルも同じようにして指紋センサーが内蔵されているのでロック解除する時はまあここをピッとやってもらえれば、まあ、それでロックは解除して使うことができます。うん、これれはちょっとできれば是非皆さんに ご活用いただきたい機能の一つなんですけども、今こういう形で、まあ、普通に、あの。ね、画面が表示されてますけども。うん、えっと、こは例えば、ロックがかかりましたと。はい、見えました、今。見えたうっすらと時間見えてますよね。うん、見えてる、見えてる。これ、あの、要するに、ギャラクシーのシリーズでは、もう、最近おなじみになってきましたけど。うん、オールウェイズオンディスプレイというやつです。うんうん だから常時画面にこうやって時刻が出てるんで<間>いちいちここで何かこうこうやってロック解除したりとかめけどもしなくてもこの真っ暗な状態でもこうやってうっすらこの表示が出てますんで設 f <ー>もまあ僕バンバン使ってますけどもこういう便利な機能もあったりするんでまあ非常に。 いいいのかなと。いちいち電源をつけて時刻を確認するよりつけっぱなしにしていただくの方が実は電池に関しては節約ができますよねっていうのがまあ今回のまあネタであります。はい、このほかにも CPU もさっきに読んでくれましたけどまあ十分なスペックですしメモリーも実はもともと確かグローバル版はラムが 2GB とか 1GB だったのがこのモデルは 3GB にしててるぐらいなんでこれもな日本仕様だから。 その機能的には強化されている部分というのがあったりして、はい、まあこういう形で全体的にいろんなところをまあかゆいところに手が届くように作られているのはまあこの一台という印象です。うん、はい。気になるお値段。お値段。うん、これはあのー、実はえっと非常に大事で、はい、他のモデルと違ってこのモデルはどこもウイど,、うん、どこもウイズ。 っていう新しい料金プランの対象機種なので、うんはい、ドコモウィズの場合はとにかくこの値段でまず買ってもらわなきゃいけないんで、うんうん、加入するにはね。うん、でどこ、えーまあ、もオンラインショップの値段ですけど3万6288円と今例えばギャラクシーとかで10万円コースになっちゃうん、S8、うん、とかね10万円コースになっちゃうんで、うん、それから考えると、まあ、半分以下と、うん、シムフリーの端末で出てる結構いいやつでも、まあ、まあ4万5万とかに最近はなってきてるんで、はいうん、それよりも安いということでかなりリーズナブルで買いやすいモデルになってるんじゃないかなと思います。うん 機能チェックですがは w i f i は WPS のみだか WPS に対応しています。はい、で着信拒否、えー、これはもうブロックリストになりますけれども対応しています。うん、メモも対応してますんで、はいえー、できますがドコモは見える留守電とかああいうものもやり始めてるので <laughs> 見える要するに留守電のメッセージがあるとテキスト化されたものが 共有されるみたいなのがまあこれ出てきますんで、そういうのを考えるとだ段々言語面もちょっと最近立場危ういのかなって感じがしますが、まあ将来的にはねそういう形になるかもしれないですけど、全体、うん、的によくまとまったモデルではないかなと思います。うん、はい。はい、では続いてはズバリいいところ悪いところです。はい。ズバリいいところ悪いところ先生。はい。いいところお願いします。はい。 はいところ、えー、コンパクトで持ちやすい、えー、楽しいカメラ機能そして「ドコモウィズ、はい」コンパクトで持ちやすいっていうのは、うん、まあやっぱり持った通りとり本当素直にそんな感じだし、ね、カメラ機能、まあ、今日はちょっとその一部しか紹介してませんけど、はい、あの例えば自分撮りすぎに手挙げてとか今、ねうんまあ、手挙げるとシャッターが数秒後に切れるとかいろんなネタがありますけれども結構使い手があるのかなと。うん、でまあ撮ったネタはどうするのっていやっぱりいろいろ 送ったりなんだりかんだりする意味でもで、ね、まあ一応スペック的にも十分なスペックを持ってるんで、うん、まあ安心して使えますと。はい、で何つっても、まあ、大事なのはドコモウィズだろうと毎月1,500円ずつこの先永続的に引いてくれるというのは、ね、まあ嬉しいでしょうとだから特にライトなユーザーとか、うん、1>, まあ1台の玉座長く使っていくユーザーにとっては安心できる時代、はい、え選びやすい時代ということになってくるんではないのかなというところですでは悪いいところお願いします。はい はい、はい、悪いところ、えー、ディスプレイが HD 対応、はいはい、そしてアプリのガイドが必要実はマイクロ USB、はい、何が言いたいかっていうと、うん、ディスプレイが HD 対応ということは、はい、割と今回各社は QHD クラスになってきている状況に考えるとまあでも HD かみたいなね省電力とかいろいろプラス要素もあるんだけど高解像度ではないのでそこはちょっと気をつけてくださいっていうのと、はい、からアプリのガイドが必要っていうのはちょっとなかなか面倒くさい問題で、うん、あの すごくたくさんいいアプリが入ってるんだけど、うん、それが何なのかっていうのは分からない,ないっていうのが結構やっぱり増えてきたかなと、うん、特に初心者に対してそういうところはやっぱりどうやってそのアプローチしていくかっていうのはなんかメニューを優しくするとかそう,、ね、そういうところだけじゃないとことして考えていただけるといいのかなと思いました、うん、そして実はマイクロ USB <laughs>、まあていうかマイクロマイクロ USB だろう <laughs> ギャラクシーはみたいな話はあるんですが今年の夏は SA とはい <S S でで、他のモデルもかなり USB タイプ C なのに現状でこのモデルはマイクロ USB なんでそこは物理的にコネクトの形状も違うんでケーブルちょっと貸してとかっていう時には便利かもしれないけどそこはちょっと気をつけましょうって感じはしますけどもでもまあそうして非常によくできた端末としてぜひねお店で触っていただいて心楽しいですよね。 いぜひお試しください <laughs> はい携帯です今回ねご紹介したギャラクシーフィールなんですけどドコモウィズの対象機種だという話だったんですけどドコモウィズってそもそもどういったサービスなのかっていうのをちょっと知りたいなって。うん、なるほど簡単に言うと、はい ハスちゃんのドハスちゃんこれを買えば、はい、私はねこれ、はい、買えば、はい、これともう一つもう一つアローズビーもそうなんだけど、単色紙に二機種しかないんですが、この二機種を買えば、この先、あなたの月々の支払いからドコモは黙って毎月千五百円ずっと引いてくれます。ん？ずっと？はい。千五百円引いてくれるんですか？これずっとこれを 買えばこれを買ってこの端末を使っていればずっと1500円引いてくれる。えそれはあの5年も10年もずっとですか、うんうん。このプランを完全終了ってそのドコモが言わない限りはずっと引いてくれます。はい、マジですか。うん、ええー、永遠に。うん、その引いてくれる何か条件とかあるんですか。あります。あるんだ。はい。何かつうと要するに1500円引いても、まず この対象機種を買ってください。これをね。はい。はい、一括でも分割でも構いません。はい。はい、で。はい、普通端末を買うと、皆さんは月々サポートと言って、毎月まあ千五百円ぐらいから。高い人だと二千五百円ぐらいまであるのかな。まあ三千近いのもあるのかな。うん、毎月ず二十四回にわたって。うん、まあ。一部ちょっと三十六回のケースもあったりするんだけど。ええー、毎月ドコモの利用料金からその引いてくれる月々サポート割りっいうのがあります。はい。それは受けられません。 それはダメなんだそ,うそれはなし,、うん、なしその代わりに永続的に1500円毎月引いてあげますよとだいたい一般的に月々サポートで引いていくれる、まあまあ、さっき言ったように上下がね、うん、そ1500円ぐらいから3000近くまであるんだけど、うん、だいたい2000円ぐらい平均的なのがあると、うんはい でこれが今24回ぐらいっていうとまあ2年なので24回払うとまあ大体5万円弱ぐらい。って考えると一応これ1,500円引いてくれるわけだからその代わりにね。だからさ単純で計算すると323か月以上この機種を使い続けていれば月サポートで引いてもらった時と変わらないぐらい果たして場合によっちゃはそれ以上という考え方もできるけどもまあ引いてもらえることになると。 でもさ年年も10年も、うん、あの使えないくないいくですか、うん、これ大事にこう君の箱に入れてしまっておけば別に何もともいない <laughs> 全然それでは電話にならないんですが、えー、実はいや実は一つはまず、うん、これ結構重要なところで、うん、使い続けなきゃいけないけど、はい、ドコモの登録所を、うん、ハッシャンがこれを使ってることになってればいいわけ。うんうん ハツちゃんのドコモのこのドコモウィズを受けて毎月1,500回弾い,いてもらうための回線は登録上はこれを使っていることになってなければいけない。ということは裏を返すと SIM <ム><ム>をこの端末から抜いて他の例えば SIM フリーの端末とか、うん。うんうん 他の端末にを自分で個別に買ってきて挿、うん、して使ってる分には文句はない。いい極端な話しちゃうと、うん、これをだドコモウィズで買いました。買いました。買いました。ドコモウイズのより今月から受けます。はい。ね。でも僕の手元には例えば何でしょうかな、ええー、シムフリー版なんかないなんか。 まあファーウェイの P1 とかあります。当たりました。なんかのキャンペーンとかプレゼントとかわかんない中でもらいましたでもなんか9時で当たりましたけどなんかとりあえず本当にあります。そこにシムを差し替えます。でこの端末も僕はこっち使うからいりません。売却しても OK です。そうなんだ。じゃあ何のためにねドコモウィズに入るんだろうね。何が？だってさこれに契約しなきゃ。 入れないわけでしょう。こ,これともう一機種ない？ドコローズビートな。まあ翌日でも何でもシムを抜いて <うん S 1> こっちにやってこれは売ってもいいとかあるでしょ。有利 <うん S 1> でしょ。<うん S 1> でもドコモにしてみれば <うん S 1> さっき言ったように月サポートで機種を買いましたで月サポートでその例えば二十四か月で五万円ぐらい出費がドコモから払わなきゃいけないんです。はい、はいだけどこれだったら毎月千五百円ずつ払うでも構わないわけ払うわけでもいいわけだし。うん でお客さん側にしてみても、うん、要するに一つの端末を長く使って、うん、今までだと例えばどこまで機種を変えましたと例えば何だろうなんか iPhone 変えましたでも何、うん、24か月経った途端に割引がバンッと上がるじゃないですか、うんうん、月サポートががなななくなるからそれがないなだから長同じ端末を長く使う人に、まあ、売却するのはちょっと別のケースだけども。 同じ端末を長く使う人ににとっては非常に有利だしいいこのモデルもそうだしアローズビンもそうなんだけど、うん、割とそういう例えば初めてスマートフォンに来ましたとか、うん、ものすげえなんかあの何か18.5対9の長いディスプレイが欲しいんですとかそういうことを言わない人にとっては非常にスタンダードで扱いやすくて中の機能はちゃんと充実しているモデルなので、うん、でもさこのモデルっていうのはずっと売り続けるんですか 5年とか10年とか見続けるのか10年後にこれがあるのかっていうないんですよ。なんだけど実はこの「ドコモ・ウィズ」の発表の時に最初に出たのは「ドコモ・ウィズ」対象端末第1弾って書いてあるんですよ。ってことは第1弾ってことは第2弾第3弾っていうのも当然ある。当然ある。誰と言わないですけど関係者によると第2弾第3弾はあるってことだろうと。 まあ何が出るか分かんないですけど去年ね去年ドコモはえっと今までフラッグシップを半年とか34か月に1回ぐらい出してたのを年間サイクルにしたいですって言ったの1年に1回でいいんですって言ったので例えばアクオスとかだと半年に1回とかまあフラッグシップまで出したんだけど今回アクオスワールドが出ましたとあれフラッグシップです。ああ強力なののすげえ まあれの立場ですげえんですがこれがありますと、うん、でこれ出ましたとで。ってことは来年まで多分アクオースの次のモデルはフラッグシップモデルで出ないわけですよ、うん、でもドコモとしてみればエントリーのモデルが欲しいわけですか、うん、じゃあドコモウィズ第2弾はじゃあ、まあ、これ決定じゃないですよじゃあアクオースでリーズナブルなモデルをじゃあシャープさん作って下さいって言うかもしれないなで同じことをじゃあソニーさんに言うかもしれない。うんうんうん っていうことですよなるほどでもしかしたらソニーは毎回エクスペリアホゲホゲコンパクトってやってるけどそれのモデルが秋に出てくるのかなとか勝手に僕は想像しちゃってんだけど、うん、まあそういう可能性もありますということなのでだから第1弾だけども今回は第1弾だけど第2弾と出てきて、まあ、さらに他のものを選べる可能性も当然あるということです。こですどこウィズは変わらずだけど料、うん、料金金ププラランンですか じゃあ気になる月々の料金っていうか最終的にいくらになるプランとしてはドコモのかけ放題からかけ放題ライトからつい最近始まったシンプルプランかけ放題だと2700円だしスーパーかけ放題ライトは1700円だシンプルプランは980円。というかちなみにデータプランは対象外です。 あくままでもも音声が使えるプランとということになりますけどもじゃあシンプルプランが一番安いんでシンプルプランで計算した場合どうなるかまず一人で契約した場合シンプルプランがまず980円ネット接続料 SP モードが300円パケットが一番安いデータ S が2ギガしか使えないですけどこれが3500円これ合計すると4780円。円はい ここから毎月千五百円が引くんですが、そうすると三千二百八十円になります。安いなと。ところでさ、発車だと思うんだけど、発車って携帯ベテランだよね。ベテランですね。どこも十五年以上使ってる？あ、全然使ってますよ。その人はですね、あのずっとどこまりが適用されるので、そこから三千六百円引かれます。あ、ってことは二千六百八十円になります。 3000円からさらに600円引くかな、ね、3208円から600円<通>、はい、っていうのがまず一人でやるはい。じゃなくて、うん、ご家族とか自分一人で2台持ったりとかする場合どうなるか、はい、シンプルプラン980円 SP モード300円ここまで一緒です、うんうん、シェアパックのオプション まあ親会社は何ギガか契約者た場ね、うん、シェアパックの10でも10はないか20でも何んしていたて一番大きいのでもか構わないウルトラパックでも構わないですけどなんかとりあえず入ってない、はい、でもこの追加の人はですね、うん、シェアオプションしか払わなくていいうんこれ500円ですそうすると 980+300+500 なんで1780円、うんうん、2000円いかないはい。うん から毎月1500円引いてくる。そこから引いてくれるの？はい。なので280円になります。じゃあ二つ合わせても3000円いかない。そんな感じです。はい。あ、まあシェアの方、まあただしあのシェアパックの場合の一番少ない容量っつのはえっと5ギガなんで、これは6500円になりますから、もうちょっと高い。実際はもちょっ高いですけども、それでも 例えば、すでにどこも持っているユーザーが例えば、例えばはっちゃんが、仕事用に1台回線足したいのよって言ってて、これ、買うのはあり。タ末マスの代金は、まあ、さっきもお話ししましたけども、どこもオンラインショップで3万6千円かかりますが、うんうん、それさえ払ってしまえば、うん、永続的に1500円引いてくれるわけですから、ねえー、さっき言ったシェアパックの5回線にするんであれば、うん、月額なんと280円で使い続けることができるとかなり安く。 げるるここととができますすれは安ぎ自分がプラスアルファで持つんでもいいし例えば自分の親御さんとかがじゃあスマホにしないからじゃあお母さんこれにスマホにしようよって言ってこれを買うっていうのもあり僕なんかはしょっちゅういろんな回線を機種変更することになるのであんまりこれの1,500円っていうのを短期間で切られちゃうと意味がないのででもできれば長期で持っていだくのがベストという形だと思います。かかなななり安安いいんんんででこにす 格安スマホ潰しですか。ああ、これはよくそういう話出ますよね。ドコモはなんか MVA の方がにくくてしょうがないし、最近。 楽やスマホ流ってから潰そうとしてるんじゃないかって話なんですけど、うん、まあトンチンカンの話でドコモにとってみれば今ものの M V N、NO、を例えばまあまあ代表的なところで言うとラインモバイルとか、うん、楽天モバイルとか I I J さんもそうだしオーシエンさんもそうなんだけど、うん、こういった会社さんで実はドコモから回線を置かれているつまりドコモ側か,からするとお客さんなんですよ。なるほどね。お客さんの首絞めるのはあんまりメリットはないし、うんうん、ドコモはどっちかというとそういうその M V N、NO、さんまあ全社ではないけど。 一部の MVNO さんって実は DTV とか D マガジンとかドコモのコンテンツサービスも売ってたりするんである意味ビジネスパートナーなんですよ。うん、だそこをどうこうしたいっていう話でこんなプランが出てきたわけではなくて1個はまあもちろんそのこれは決算会見の時にも吉田社長がおっしゃってたんですけどいわゆる利益還元ですとお客さんに対する還元したいんですと思う方も返していきましょうっていう形の考え方ではあるけどもう1個あのは。 サブブランドキャリアってわかる？この手のいわゆる携帯電話業界で今話題というまあ、ここのこう数ヶ月ずっと話題なんですけどサブブランドキャリア。うん、日本の携帯電話会社は NTT ドコモ、うん、まあ AU まあ KDIA ですけどね、うん、KDIA が AU 倍 KDPI、ソフトバンク。うん、この三社,社。で社。最近よくテレビで見ません？何だっけ？UQ モバイル。はい。はい、ありますよね。はい。あとあの猫フテニアンが出てくるとか。 PPAP が出てくるのは、うん、ワイモバイル。はい。君何の仕事してるん<笑><笑>ですか。でまあ有給モバイルワイモバイル。この二社は実は有給、うん、モバイル一応 MBA のんです。KDD から会社を借りて自分で有給モバイルのサービスやって、うんうん、でも三分の一の資本は KDD 入ってるわけですよ。ワイ、うん、モバイルに至ってはワイ、うん、モバイルは会社じゃないんですよ。うん、何？ブランド。ブランドなんだ、うん。運営会社はソフトバンクだもん。あ。 そうなのね。そうだから、こういう、そのメインのブランドがある会社のサブブランド。この人たちはメインの会社並みの資金力があり、いろんなノウハウがあり。ブイブイ言わして、この数か月、この半年ぐらいとかものすごい伸びてきてるわけですよ。うんうん、ネットワークも、そういう意味で言うと、結構。いい感じで増強してるわけだし。うんうん、ね、なので、結構パフォーマンスも出るとか、いろいろ話題になるんだけど、この人たちを。 にそのドコモのお客さんが取られていくのはドコモ側としては見てられませんと、うんうん、だからちょっとキュッとこう締めにいった感じなのでそれが実はまあだから格安スマホ潰してなくてではなくてサブブランドキャリア潰し UQ 潰しワイモバイル潰しみたいな感じだとなのが本当のターゲットではないのかなっていう感じがしますちなみに言っとくとだからこれ280円でも2680円でもどっちで使っても 僕らが例えば毎月5000とか6000とか払ってる回線と、うんうん、基本的に速度変わらないですからね280円の人だから待機絞って遅いとかないですかフルフルで使えますから。はい、はいはい そういういい意味ではかなり使い出がある、うん、当然この端末は、まあ、今日ご紹介したいい端末なんでこれで使っていただけるんですけどやっぱり3年4年経った時に「いや何かほかのがいいよ」っつって言って<で>じゃあ SIM 抜いて,抜いてじゃあ何か他のその時に出てるかもしれない、うん、じゃあ SIM フリー版の GalaxyS11 みたいなのしますみたいな <laughs> でも全然 OK なので。うん、というのが「ドコモウイズ」の真相でした。はい、ですんで。えわ分かりやすかった ぜひ皆さんご検討していただければと思います。<laughs> うん、はい、はい、今回ご紹介しました端末はい、はい、NTT ドコモギャラクシーフィール SC ゼロ四 J はい、はい、こちらになりましたけれどもはいはいまあ,あの日本専用モデルということで日本のユーザーの声をちゃんと掬い上げてというか拾って、うん、えいいった感じの端末に仕上がっているのかなと思います。うん、あのカラーもこの まあ割とこの白とブラックっていうのは王道ではあるんですがブラックは僕はあんまり見たくねえなっていうのがの持論なんですけどインディゴにしてるあたりもちょっと凍ってるしピンクもまあ要するにそのなんだろうえと言い方は変ですけどそのなんか海外製ピンクではなくて日本のお客さんが好きそうなピンクをうまく桜ピンクみたいなまとめてあたりもいいと思いますし機能的にも十分すぎるあの必要十分を持ってますし。 しかも今日お話したようにそのドコモウィーズドの安い対象機種であるというのは、うん、かなり大きなメリットなので、はい、そういう意味でも実はだから皆さんの<し>例えばまあ僕この番組見てる方は割と若い方が多いと思うんですけども、はい、お父さんお母さんとかぐらいに、うん、もういい加減フィーチャー本やめなさいよみたいなことを言いたい時には、まあ、こういうのを勧めていただけるといいのかなと、ねね、ぜひお店であの一緒に触ってい え何自撮りがいいですかね自撮りいいね、はい、自撮りをぜひ試していただけると、はい、いいかなと思います綺、ね、麗でございます、はい、ぜひお試しみください、はい <music>